皆様大変長らくお待たせいたしました。これより第34回メンズノンの新モデル発表式お披露目会を開会させていただきます。1986年の本誌創刊以来、田辺誠一、東出昌大、坂口健太郎といった数々のスターの出発点となっているメンズノンのモデルオーディション第34回を迎える。今年は2300通を超える応募があり、その中から今日新たにメンズノンのモデルとして加わるメンバーを発表いたします。それではまず新メンズノンのモデルを発表する前に、多方面で活躍されているメンズノンのモデルの皆さんにご登場いただきましょう。成田凌さん、清原翔さん、宮沢ひよさん、鈴木仁さんです。どうぞお越しください。それでは成田さんから順に一言ずつ自己紹介お願いできますでしょうか。はい、ただいまご紹介に預かります成田亮です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。続いて清原さんお願いいたします。はい、清原翔です。お忙しい中お越しいただきありがとうございます。よろしくお願いします。では続いて宮沢さんお願いします。おはようございます、宮沢ひよです。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて鈴木さんお願いします。はい、鈴木仁です。本日はよろしくお願いします。ありがとうございます。本日はよろしくお願いいたします。今やモデルのみならず映画やドラマなど多方面でご活躍されている皆さんですが、そんな皆さんもこのオーディションがきっかけだったのではないかと思います。成田さん、はい、2013年のオーディションでメンズノンのモデルに選ばれましたが、このオーディションに応募したきっかけ教えていただけますか。はい、僕らこういう発表会みたいなのがなくて、はい、ちょっと寂しい気持ちはあるんですけど、はい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 、僕は役者になりたいと思ったのがちょっとみんなより出遅れだなと思って、はい、とりあえず一番大きい雑誌に出ときゃどうにかなるんじゃないかと思って、ちょっとあのメンズロンドの頃こういうオーディションがあったんですけど、その時も役者になりたいんでちょっと手助けしてもらえますかって言ったのは覚えてますね。なるほど。じゃあ役者という目標、うん、夢があってのメンズロンドのモデルオーディション、まあ、それが全てではないですけどね、はい、ありがとうございます、はい、では続いて清原さん、オーディションの結果を聞いた瞬間、はい、どんなお気持ちでしたでしょうか。いや本当嬉しかったですね。僕が受けたのが20歳の時だったんですけど、僕普通にそれまでも学生生活を普通に本当に送ってたんで、こんな雑誌とかいろいろ今では出させていただいてて、まあ、なんか想像もつかないような感じでしたその頃は。なるほど、ありがとうございます。宮沢さんはいかがでしたでしょうか。はい、そうですね、僕はメンズノンのモデルになる前からちょっと役者になりたくて、で僕入った頃、坂口健太郎君だったりとか清原君、成田君、柳俊太郎君っていうそうそうたる先輩方がいて、そこになんか追いつきたいっていう気持ちの一心、こう頑張ってきたつもりなんですけども、気が付いたらもう5年経ってまして、だから5年目なんですよ僕。早いなって、だからこれから入ってくる子たちもぜひ頑張ってほしいですね。はい、はい、さあそして鈴木さんは一番後輩になるわけですが、オーディションでメンズノンのモデルに初めて会った印象、はい、いかがでしたか。初めて会った時はそうですね、自分の時はイベントだったんですけれども、イベント自体は正直緊張はあんまりなくて、はい、フラットでいられたんですけど、その裏でご挨拶させていただく時は一番緊張して何も喋れなかったのを覚えてます。あ、そうなんですね。もうなんか紙面で見ている方々が目の前にいるっていう、うん、その光景でもう何も喋れませんでした。なるほど、じゃあかなり緊張されたということですね、はい、さあ成田さんは清原さんと同じオーディションでメンズノンのモデルに選ばれたということなんですが、はい、清原さんに初めて会った時印象とか覚えてますか。全然覚えてないな僕ら何人受かったとかを教えられずに、うん、あるこうスタジオにただただ集められて、はい、僕一番だったんですけど、誰が来るんだろうな、一人なのかなと思ってたら続々と来て、5人かってなったのが多いなって思う。すごい、その印象が大きくて、誰の印象とかじゃなくて多いなと思いましたね。うん、じゃあ数の方がちょっと印象に強かったと、うん、そうですね。なるほど、うん、はい、成田さんと清原さん一番先輩と
いうことなんですけれども、この中ではね、そうですね、この中では、はい、宮沢さんと鈴木さんのデビュー当時、清原さん覚えてらっしゃいますか？いや覚えてますよ、それこそオーディションの時点で発表されるじゃないですか、受けた方々が。その時点で僕はそれぞれの代の時に、本当の話なんですけど、はい、注目してた人だったんで、そうなんですね、しっかり受かったんで間違いないな、僕の目って思いました、はい、なるほど、先見の目がある、はい、ありがとうございます。さあ、そしてこの後まさに新モデルがデビューの瞬間を迎えるということなんですが、皆さん今日初めてその新モデルの方々お会いされたということですよね、はいはいはい、宮沢さんいかがでしたか？そうですね、みんななんか独特な雰囲気を持ってるというか、なんかもう長年やってきたんじゃないかってくらいなんか雰囲気を持ってる子たちもいるので、これから一緒にお仕事するのがとても楽しみになりました。なるほど、この後ご登場いただくのがまた楽しみになりますね。さあ、鈴木さんは新モデルの方々と年代が近いかなと思うんですが、いかがでしょう？はい、まあ、そうですね、その自分もメンズノンノに入ってこれから4年目になるんで、だいぶ、ね、メンノン歴では上になるんですけれども、同世代の方々が多いと思うので、まあ仲良くこれから一緒に頑張っていけたらなって思います。はい、ありがとうございます。では新モデルの発表に移りたいと思います。皆さんご移動お願いします。はいはい、ジンが4年目ってすごいよね。そうなんですよ、ヒヨ君の1個し俺たちは2個しか違ってんだ、感慨深い感じですね。はい、2人が新人っていうイメージがもうまだ抜けない。自分もなんなら新人ぐらいの気持ちでやってました。でもどんどん上がいなくなっていくからね言い方よ、卒業していい意味でね、卒業していくから、さあ、そして今日さらにまた新しいモデルの方が登場ということで、果たして新たにメンズノンノモデルに選ばれた方どなたなんでしょうか。では本日はファイナリスト11名の中からグランプリ、準グランプリ、そしてご協賛いただいているラボシリーズより贈られるラボシリーズ賞に選ばれた3名を発表させていただきます。ではまずはラボシリーズ賞の発表です。受賞者にはトロフィーとラボシリーズの基本3ステップスキンケア3品1年分が贈呈されます。それでは発表いたします。選ばれたのは豊田雄大さんです。どうぞご登場ください。ラボシリーズ賞に選ばれた豊田雄大さんへ、宮沢さんからトロフィーが贈られます。では写真撮影お願いいたします。はい、よろしいでしょうか。ではありがとうございました。おめでとうございます。では続いて鈴木さんから表彰パネルが授与されます。はい、よろしいでしょうか。ありがとうございます。では受賞された豊田さんに、宮沢さん、鈴木さんから一言ずつコメントいただいてもよろしいでしょうか。これから多分楽しいことも大変なこともたくさんあると思いますが、一緒に頑張りましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。同い年がまた増えてすごい嬉しいです。一緒に頑張りましょう。お願いします。ありがとうございます。おめでとうございます。それではラボシリーズ賞を受賞された豊田雄大さんのプロフィールご紹介させていただきます。豊田雄大さん、身長179センチ、1999年4月10日生まれの20歳でいらっしゃいます。それでは受賞された今のお気持ち一言お願いいたします。はい、豊田雄大です。よろしくお願いします。いつも自分が読んでいた雑誌にこういうふうに選んでもらって、すごい方たちと乗れるのはとても光栄だと思いますので、これからどんどん頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。おめでとうございます。続いて準グランプリの発表です。第34回メンズノンノモデルオーディション準グランプリは水沢凛太郎さんです。どうぞご登場ください。では準グランプリに選ばれた水沢凛太郎さんへ、清原さんからトロフィーが授与されます。はい、では写真撮影お願いします。はい、
ありがとうございました。では清原さん、受賞された水沢さんに一言コメントいただけますか。すごいフレッシュな方が入ってきたので、現役メンズノンノモデルと一緒にメンズノンノ一緒に盛り上げられたらなと思ってます。よろしくお願いします。ありがとうございます。では準グランプリ受賞されました水沢凛太郎さんのプロフィールをご紹介させていただきます。水沢凛太郎さん、身長181センチ、2003年2月5日生まれ、年齢は16歳ということです。それでは受賞した今のお気持ち一言お願いいたします。はい、水沢凛太郎です。はじめまして、16歳でまさかメンズノンノモデルになれると思ってなかったので、これから頑張って吸収して有名になります。よろしくお願いします。ありがとうございます。おめでとうございます。いよいよグランプリの発表です。第34回メンズノンノモデルオーディショングランプリは野村大輝さんです。どうぞご登場ください。ではグランプリに選ばれた野村大輝さんへ、成田さんからトロフィーが授与されます。では写真撮影お願いします。はい、ありがとうございます。では成田さん、グランプリに選ばれた野村さんに一言お願いします。はい、 いやおめでとうございます。僕らグランプリとかなかったんでちょっと羨ましいです。一緒に楽しく頑張っていきましょう。お願いします。ありがとうございます。ではグランプリを受賞された野村大輝さんのプロフィールご紹介いたします。野村大輝さん、身長187センチ、2000年10月4日生まれの19歳いらっしゃいます。では受賞された今のお気持ち一言お願いいたします。僕かとは思ったんですけど、なぜ僕なんだろうとはいう感じではありません。このために頑張りました。グランプリに恥じない活躍を見せたいです。ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。では、新モデルの3名を前へお進みください。はい、では改めてご紹介いたします。新たにメンズノンノモデルに選ばれました野村大輝さん、水沢凛太郎さん、豊田雄大さんです。では改めて自己紹介を一人ずつお願いできますでしょうか。まずは見事グランプリに輝きました野村さん、お願いします。野村大輝です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では続いて準グランプリの水沢さん、お願いします。水沢凛太郎です。よろしくお願いします。はい、では続いてラボシリーズ賞を受賞されました豊田さん、お願いします。はい、豊田雄大です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあではここからは新モデルの皆様に加わっていただきまして、少しお話伺っていきたいと思います。目の前に本物のメンズノンノモデルの皆様いらっしゃいますが、野村さん、実際に会ってみていかがでしょうか。なんか先ほど先輩たちもお話しされてたんですけど、本当にいらっしゃるのかという感じです。はい、夢かなっていう感じですか。はい、触れてみたいです。触れてみたい、はい、ということですが、成田さんいかがでしょうか。ありがとうございます。触れられましたね。はい、夢かないました。はい、ありがとうございます。では、続いてこれからいよいよメンズノンの専属モデルとして活動されることになりましたが、今日はせっかくなので先輩モデルの皆さんに新モデル3人からの質問にお答えいただきたいと思います。では豊田さん、清原さんに何かご質問はございますか。はい、モデルになって、変わったこととかってありますか。はい、もうこれ本当に嘘を偽りなく一言で簡潔に答えると、人生が変わりました。人生が、はい。いやでも本当に先ほどもお話しさせていただいたんですけど、本当にこのメンズノンノモデルに受かるまではなんていうんですかね、大学にも行ってましたし、まあ卒業もしたんですけど、本当に普通に就職することも考えてたんで、まさか今こういうふうに自分が、まあ、ここの場にいるのも不思議ですし、メンズノンノ以外でもなんかお仕事させていただいてるのもなんか結構不思議な気持ちではあるので、すごい人生は変わったなとは思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では続いて水沢さん、宮沢さんへの何かご質問はありますでしょうか。はい、一番大変だった撮影って何ですか。
一番大変だった撮影、そうですね、まあ、モデルなんで、はい、まあ、洋服を先取るのが僕たちの仕事なんで、はい、シーズンがやっぱりずれるんですよね。だから冬に夏服を着たりとか夏に冬服を着たりするんで、雪山で T シャツと短パンで撮影したことあります。結構しんどかったです。雪山で T シャツと短パン、それは季節感はもうよくわかんない、ごちゃごちゃなっちゃうんですけど、それがいいっていうことで、はい、とか夏に着るダウンとかやばいですよね。いやきついね、きついですね。ニットにダウンにムートンみたいな、なんでっていう、冬でも着ないよっていう、やっぱ暑いですか。そう、汗かいちゃダメだし、なんか涼しい顔して、そう、眩しい顔しないでってよく言われるから、はあ、勉強になります。ありがとうございます。慣れます、大丈夫です。ありがとうございます。慣れます。ありがとうございます。いや、慣れないな。慣れないですよ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、では続いて野村さん、はい、鈴木さんへ何かご質問はありますか。かっこよさの秘訣は何ですか。ああ、かっこよさの秘訣、面のモデルになったらみんなもうかっこいいんですよ。だからそこはもう自信持っていればかっこいいと思います。で、あとは撮影現場に行ったらもう先輩方の雰囲気感じてどんどん吸収して自然とかっこよくなってると思います。俺はそう信じてます。ありがとうございます。大丈夫ですよね。それで僕に聞かないでください。ありがとうございます。ではここからはモデルの皆さんへの質疑応答のお時間とさせていただきます。野村さんによろしいですか、はい、野村さん、お父様のサムレイキさんは何かおっしゃってましたか。あ、なんか父は芸能界を進めるわけでもなかったんですけれども、なんかやりたいことをやりなさいと応援はしてくれています。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。成田さんにご質問で、はい、3名の方のそれぞれの印象なんですかね。難しいなぁ。いや本当にみんなかっこいいと思いました。もう本当に即戦力だなと思ったので。僕あのメンズノンノモデルになってから2ヶ月ぐらい全く仕事なかったんで、多分速攻で仕事あると思うので、もう未来は明るいなと思います。はい、ありがとうございます。では最後に先輩モデルの代表として成田さんから新モデルの3人へ応援メッセージをお願いできますでしょうか。はい、僕ら何人になったんですかね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14。僕らは本当にこう友達っていうわけでもなく家族でもない、本当に特別な一生こうつながっていく関係性になると思うので、もう本当にみんなに対して無償の愛もあるだろうし、徐々に芽生えてくるだろうし、本当にこう今メンズノンノはちょっとずつ新しく明確ではないけど変わろうとしている時でもあって、そんなタイミングでこんなかっこいい3人が入ってくれて本当に未来はまた明るいなと思いましたね。それぞれの良さをどんどん伸ばしていって楽しく頑張っていきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。新モデルの皆さんの活躍楽しみですね。ではこの後はフォトセッションを行わせていただきます。